それでは今日のゲームハイライトで振り返っていきます。今日は雨が落ちる中ゲームがスタートしました。まずはエディボーイさんのパフォーマンスから始まったという今日のゲームでした。初回、今日の先発佐藤翔馬の立ち上がりです。ノーアウトランナー一塁で関根、送りバント失敗。これでワンアウトランナー一塁、そしてツーアウトから4番の牧はチェンジアップ空振りの三振でした。初回無失点という佐藤翔馬です。一方のベイスターズ先発は石田でした。今日1番に入った荻野が第1打席で結果を残します。ランナー1人置いてバッターボックスはマーティン。薮田さん、初球でした。そうですね、まあ、マーティンらしい打球ですよね。まあ、思い切って振っていった結果、まあ、こういう形でね、はい、まあ、本当にこういいホームランでしたよね。今シーズン第7号はマーティン先制のツーランホームランになりました。そしてゲームは2回です。佐藤の2回のピッチング、このイニングは薮田さん、全て三振だったんですね。いや、本当にこう低めコースともにね、しっかりと丁寧について、まあ、三振を取ってきましたけども、まあ、追い込んでからチェンジアップも素晴らしかったですよね。はい、ここはランナー2塁に置いて三塁も、ここもチェンジアップでした。ピンチを見事に出したという佐藤翔馬。そしてゲームは5回です。先ほどツーベースヒットを打たれている外はライトへのフライ、そして峰井もチェンジアップ空振りの三振。勝ち投手の権利を得た状態で5回を投げ切ります。ゲームは後半戦です。6回のマウンドに上がった佐藤、先頭桑原、追い込んでからライトへのヒットを打たれます。ノーアウトランナー一塁、そして佐野、カットボールをライトホームランラグーンへ、同点のツーラン2対2。まあ、佐野はかなり今日合ってますよね。そうですね、まあ、初回からこうヒットも出ましたしね、まあ、外れる球をうまく打ちましたよね。ただその後ランナー許しましたが、しっかりと抑えました。この辺りの評価いかがですか。まあ、ホームラン打たれた後しっかり気持ちを切り替えて、そのからどのバッターをしっかり打ち取りましたからね。そうですよね、まあ、この辺やっぱり素晴らしいですよね。はい、その裏です。マリーンズ先頭山口、三塁線を破っていくツーベースヒット、ノーアウトランナー二塁、そして昨日は送ることができなかったという佐藤、今日は勝負どころでしっかりと送ってきました。ワンアウトランナー三塁という形を作ります。そして三浦監督は2番手三上をマウンドに送ります。石田は6回途中交代。ワンアウトランナー三塁で今日お立ち台のエチェバリア、まあ、ここは山田さん、追い込まれてから甘めのスライダーうまくレフトに持っていきました。うまかったですよね。3対2、この辺の勝負強さもね、エチェバリア出てきましたからね。そうですね。さらに打順は1番に帰って荻野、ツーアウトランナー三塁一塁、低めのボール三塁線を破っていきます。荻野もタイムリーこれ4対2、これで2点差と点差は広がります。そしてゲームはラッキーセブンの攻防、7回に小野文也を送り込んだ井口監督です。まあ、真っ直ぐの切れ、威力ありましたね。ありましたね。はい、戸柱は変化球空振りの三振でした。1イニングをしっかり抑えた小野文也です。ゲームは8回です。さあ、ここはワンアウトランナー満塁、3番手の西野が大きなピンチを迎えます。バッターボックスは4番の牧、山田さん、3ボールからでした。ああ、よく西野が粘りましたよね。まあ、結果ゼロですから、ですよ。そうですね、まあ、反省するところがありますから、はい、ここはまあ次の登板でしっかりとこう反省できればと思いますからね、結果を残せば、はい、そしてこの8回は千葉ロッテマリーンズ、ツーアウトから高めヒット、そして1番に戻ってきた荻野、今日も猛打賞となるタイムリースリーベースヒット、
この1点が大きかったですか。そうですね、結果的にこの1点がやっぱり入ったからやっぱり最後のね、9回も2点でこう収まったというところだと思いますから、はい、5対2、3点リードで最終回は増田でした。ランナー2塁3塁で戸柱セカンドゴロの間に1点を返して5対3、さらにはバッテリーエラーがありました。ワイドピッチで5対4まで来ます。ただ最後は9番桑原をレフトフライに打ち取って、佐藤翔馬2年目、支配下登録を勝ち取ったシーズンでプロ初勝利を挙げた今日の一戦になりました。終わってみれば5対4、